仁夜以降藩主庭園、金水園足森藩は、備中国海洋軍及び、上防軍の一部を領有した藩。一時は、領地の大藩が、道の区国に移された。藩長を足森陣夜に置いた。豊臣秀吉室、北万所の兄で、張馬国姫路城主二万五戦国の木下家佐だが、慶長六年に当地に、同じ二万五戦国で天保されたことに伴い立藩。 足森に陣屋を構えた。慶長13年に、家裟が死ぬと幕府は医療を、この勝都市と、利坊に分与するよう指示したが、勝都市がこれを独占したことから、幕名違反を理由に、慶長14年開役された。よく慶長15年には隕石に当たる朝野長政の、次男、長明が2万4000国で入部したが、慶長18年に、兄の吉永が死去すると、 朝の宗家と本藩の奇襲藩37万6千国を相続したため、足森は一時的に抗議御領となった。現長年には、木下俊志夫が大阪の神での公により改めて2万5千国で足森に入部。これ以後江戸時代を通じて、木下家が十二代256年間在封した。足森藩主牧下川は、高田院の縁者ということで、 イエスサダの三男の信年都市を外する文豪国に出藩と共に、大阪の神語も豊臣氏を称することが許されていた。書領は、備中国内の常防軍と海洋軍により構成されていた。しかし、旧大力の完成十一年書領のうち、約2万2千国が、道の国立軍、忍部軍に移されたため、決して豊かではなかった藩の財政は窮地に立たされた。 これ以後、給料回復が歴代藩主の悲願となる。十一代理合の天保二年単元の買いあってか、移転地の約半分が火曜軍内に戻された。備中国内の給料をすべて回復したのは、維新後の明治三年になってのことだった。まもなく明治四年廃藩地県となり、足森県、深津県、小田県を経て、岡山県に編入された。藩主家は、 明治2年に最後の藩主、リアス氏が藩籍奉還で藩知事となって家族に列し、明治17年に死者に助釈されている。なお、足森藩からは幕末に敵塾を開いた小形公安が出ている。戸ざ2万5千石戸ざ2万4千石戸ざ2万5千国リアス、リユー、リトモ、リツバサ、トリコとしただリホーリア、リツナゴンノスケ、 西方イコール、象徴正忠、だ、棒王正しイコール、影正イコール、正に正帝。正勝将校課中から中秋正春清順、はじめ聖、明治郎。足森木下家が主人公、秋山小兵の被護者となったとされている。明治維新後に、備中国東軍六村、同区ボ屋軍一村、同家用軍十一村が加わった。ありがとうございます。